リンゴルフの視聴者の皆様こんにちは、千代田由衣です。カメラマンの山ちゃんです。今回はゴルフ女子の由衣ちゃんに、はい、児玉上川カントリークラブを、はい、これから9ホール、はい、ラウンドしてもらおうと思います。はい、お願いします。はい、今月から、うん、毎週金土日インスタグラムなどで活躍されているゴルフ女子の、うん、皆様にご出演いただいて動画を配信していきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。1マス4ポイントで、はい、80ポイント以上達成しましたらアマゾンギフトカードを。あ、嬉しい嬉しい、欲しいです。頑張ろう。あはい、はい、いよいよ上がり3ホール7、8、9です。本気出します。はい、ちょっと遅いゲームはあれですけど、はい、でもやれるところはやっていきたいなと思って。そうですね、質問募集をインスタで、うん、そうやらさせてもらってて、この後やっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、名前公開しないんで、はい、これに関しては あのそう YouTube のコメント拾うのはもう公開されてるから引用して、うん、誰でも見れちゃうから、はいはい、そのまま使ってるんだけど、これは多分されたくもない方とかもいると思うんで、うん、そうだから、まあ、ちょっと今後もこういう企画を続けていくんで、うん、ちょっといっぱい欲しいっす。どしどし質問よろしくお願いします。いっぱい欲しいっす、はい、全部答えてくれると思います。みんないい人なんで頑張ります。この後の子たちね。そうか、私は最初の方だから全然来ないのか。まだそう、動画自体がこう、はい、これから出るからちょっと認知されてないんですけど、はい、なるほど、そういうことやっていくんだっていうのが分かってもらって、はい、質問来たら嬉しいですしね。こちら側も気軽に、うん、はい、ホール紹介、はい、お願いします。はい、ですね、こちらはパー4の329ヤードです。バンカーが右端左端にありますが、なんか今回はちょっとまっすぐなコースなのかなと思いますので、中央に打ちたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、うん、よいしょ、ありがとうございます。ナイスショー。自分で言っちゃった。すいません。いや、そんだけ良かったってことで。はい、気持ちよかったです。うん、気持ちよさそうでした。うん、あれ、ゆんちゃんと今なんかこうラウンドできるイベントとかっていうのは？スマイルゴルフです。あ、月1でやってるんですけど、すみません、いつも5分で完売しちゃうんですよね。すごっ。5分。はい。ご自身のインスタでやりますってやっ。はいはい、る感じ。自分のでも告知する時もありますが、しようと思ったらありがたいことに完売になることがあって、一番最初はスマイルゴルフさんが告知してくださって、はいはい、そこでもう完売しちゃってるんだ。そうなんです。ってことはスマイルゴルフさんのインスタだよね。インスタです。インスタをフォローしないと、はい、難しいってことだね。そうですね、インスタフォローしていただければ、ストーリーズで今開始しましたっていうのが出ます。じゃあスマイルゴルフさんのインスタを、はい、フォローしたり要チェックってことですね。お願いします。そしたらぜひ千代田カップに参加していただけると思うので、うん、お願いします。スマイルゴルフさんの、はい、インスタの URL も概要欄に貼っておきます。お願いします。ぜひ、うん、ゆうちゃんと一緒にフォローしてもらって、はい、はいはい、もうワイン好きの方とか来てもらったらいいですよね。その話でね。いや、めちゃくちゃ嬉しいです ね。ワイン好きと神社好きはぜひっていう感じですね。なるほど。そうですね。その辺は楽しめるかなって思います。5分。そう、限定6名様なんですよ。うん、だからなんですけどね。増やそうですね。無理だよ。ちょっとスマイルゴルフの方に相談します。そうだね、増やさないと無理だよそれ。ですね。5分ってすごいよ。そうなんです、ありがたい。千代田カップ、千代田カップ、あと残り210ヤードなので大好きな5番ウッドで打ちます。うん、おお、ナイス。ナイスナイス、ありがとうございます。ナイス。あ、すみません。なんか結構ここグリーンの周りが登ってるところが多いので、なんか一番手上げた方がいいのかなとか思って打ってます。あー、悩む、どうしよう。9番で打ちます。はい、85ヤード、うん、90ヤードです。
うん。うん。あ、ゴー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 、ゴなんか今アタックチャンスみたいな感じじゃないですか。なんか演出っぽかった。台本。え、乗ってるカラーじゃないですか。分かった。一度乗ってるって言ったじゃん。乗ってるって言うたじゃないか。乗ってそう。どう。乗ってないよ。乗ってないじゃん。乗ってるって言ったじゃん。怒られちゃった。その気にさせといて何ですか。あとちょっとだった。うん。ちょっとでしたね。パターでします。はい。うん。強い、そんなことない。うん、OK です。ありがとうございます。久しぶりにボディです。いつもはもっといいんですよ。いや、ここね、むずい。いつもはもっといいんですよ。はい、じゃあちょっと次のホールで待ってる間に、はい、恒例にこれからなる質問募集答えてみたです。イエーイ。イエーイ。この少ない時間の中ありがとうございます。ありがとうございます。この後も来ると思うんですけど、とりあえずあの今一軒来てて、はい、どこの神社ですか。どこの神社。あの都内某所です。そうです。そうちょっとね、はい、その前半ぐらいの動画の中でも、はい、あのお話ししたんですけど、そうなんですよ、基本的に普段は、はい、無人というか、そうですね、うん、あの祭事のある時にしかあの行かない、私も行かないので、人がいない時にね、やっぱりちょっとあの何かがあったらあの町内の方とかにも迷惑がかかっちゃうので、うんうん、あの公表はしてないんですけど、うん、見つけたらぜひ声かけていただけたら嬉しいです。せっかく来てね、あのゆうちゃんいるかなと思って来ちゃうかもしれないからね、そうあえてね、そうなんですよ、ね、場所は言えない、うん、言わない方がいいかなみたいなね、はい、気づいたらこっそり来てください。はい、であのゆいちゃんの方にもあの、はい、いただいてまして、お願いします。はい、撮影頑張ってくださいねって来ました。あ、はい、ありがとうございます。フォロワーさん、ファンの方、ね、そうですね、はい、いつも応援してくださる方が、はい、ありがとうございます。あともう一つが、あと亀様これからもお守りくださいであって、亀様、はい、あの前回ここでそれこそあの千代田カップを行ったんですよ。あ、もうほんとここのゴルフ場なんだ。ここです、はい、ここでやった時に池にですね、めちゃめちゃ亀がいて、うん、はい、あの今日はちょっと見つけられなかったんですけど、その時にカメって言ってずっと、あの、そうなんだ、はい、カメと遊んでいたっていうあの楽しい思い出がありまして、はい、あのカメと一緒に応援してくださっております。あ、じゃあ前回参加された方ってことですね。あ、そうです、そうです。すごい、5分を勝ち取った方ですね。そうです、そうです。すごい。そうです。はい、じゃあそんな感じで、はい、まあ、今後もこの企画で、うん、あのこういうことをやっていきたいと思うんで、うん、あのまあ、リンゴルフのインスタもちょっとチェックしてもらえたら嬉しいなって思います、はい、ぜひぜひフォローお願いします、はい、質問ありがとうございました。ありがとうございました。パー4です。はい、286ヤード、ちょっと短め、はい、ちょっとうねうねしてるので真ん中狙います。あ、右だ、バンカーかも。よかったです、バンカーは免れました、はい、まあ、というかフェアウェイです。そうですね。よかったよかった、程よいです。まあ160ヤードあるので5番ウッドで打ちます。うん、うん、いけ、うん、結構いいんじゃないですか。ですね、うん、まっすぐ行ったかもしれない。うん、パー狙えるかな。奥がバンカー50ヤードぐらい、これ乗せたいですね。緊張に弱い。いい
映像が撮れました。ダサくないですか今のは。いや、可愛いっす。ダサすぎでしょ。わあ、マジか。あれ？なんですかね。ちょっとリズムがあれですね。リズムが流れがちょっとあれですね。流れがちょっと落ち着きましょう。はい。ふうわー、4打叩いちゃった。くっ、30ヤードぐらいですかね。この距離はね、割と好きなんですね。うん、あ、強い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 。さっき短かったから、次は飛ばそうと思うとこうやって強くなるんですよ。うん、ゴルフって難しい。スラと見てきます。15歩。ほら弱いよ今日。弱い。入れー。あー、 OK です。入れます。まあこういう日もありますよね。うん、と自分を慰める。あのゲームってちょっと意識されてるんですか。え、全然してない。あ、でもパーは取りたかった。パー丸したかったですね。はいはいはい。あ、じゃあちょっと意識してんの。はい、それですよ。それそれか。それです。天岐阜で天岐阜で釣る。よしパー取ろうって言って。そう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 、天岐阜で釣れたわ。勘弁してよね。ということで、まあ、あの9ホール、はい、いよいよ最後です。うん、なんかあっという間でしたね。 いやすっごいあっという間。楽しかったです。本当ですか。はい、まあ、最後ちょっとパー5で長い、まあ、楽しんで、はい、ホールアウトできればいいなと思うんで、はい、お願いします。頑張ります。はい、ラスト9番ホールです。パー5でちょっと長いのでドライバー飛んだらいいなと思います。よいしょ。オッケー。フェアウェイフェアウェイ。あー、フェアウェイいったかな。よかった、なんとか飛びました。今飛んでると思う、ね、なんか強い球だった。なんか今ね、当たりが良かったです。うんうんうん、よし。わー、微妙。どうしようかな、右端狙いかな。あー、これちょっとあれですね、狙いどころが、うん、難しい。分かりづらいところですね。バンカーがミルフィーユみたいになってるんですよ。うん、すごいこう幅利かしてるよね。そう、だから、ま、右バンカーで右端ぐらいかな。あ、やめてよ。おう。どうなった？バンカー。バンカーか。今日バンカーに入りますね。見てくださいこの。このバンカーたちよ。何これ変わってる。すごい、なんか花壇みたいになってる。この辺に出すしかないね。あ、やめて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 。止まれ止まれ。あー、危ない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 。来ます。もう一回5番アウトで攻めます。うん、うん、オッケー。いけ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 。え、2打で入って3で出して4で今でダメだ。あらららあららら。ら、助けて助けて。150ヤードぐらいです。うん、5番ユーティリティで打ちます。うまい。うん、ナイスです。やれます。お、これは次いいんじゃないか。いけるかな。うん、狙いやすそうなの。はい、残り50ヤードぐらい。はい、はい、最後のピッチングにしたいです。うん、うん、どう？ちょっと左か。うん、あ、でも乗ったかも。うん、ナイスです。ナイスオン。おいし。うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 歩入れたいです。強気でいきましょう。強気でいきます。
塩田行きます。うん、あ、うん、でもよく打ったって感じじゃないですか、うん、ですよね。全然オッケー。いや、最後だから行こうよ。最後のショット行きます。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。いい音だった。うん。はい、じゃあ、はい、ゆうちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ハーフで58、ポイントが、48ポイントでした、はい、惜しい惜しい惜しくないか。まあでもあれ、まあなんだろう、もう本当、はい、初めましての撮影で、しかも一人じゃないですか、はい、ちょっとこう緊張ほぐすためのゲームなんで、そんなに、はい、気にしないでいただいて、はい、でもギフトカードはあげません。あー、惜しかった。次頑張ります。はいはい、感想はですね、久しぶりにこちら、回らせていただいたんですけど、バンカーがやっぱりたくさんあってすごい難しいな、はい、って思いましたが、すごく、景色が綺麗なコースで回ってて気持ちよかったです。またリベンジしたいと思います。ありがとうございました。またなんか別の企画とかでありました、うん、ぜひ出てもらえたら。いつももっと上手なんですよ。じゃあリベンジしましょう。お願いします。はい、また練習して帰ってきます。はい、あと、はい、ゆいちゃんとラウンドしたいなって方はぜひ、はい、スマイルゴルフの、あ、そうですね、はい、千代田カップのご参加を、はい、千代田カップやってます。お願いします。お願いします、はい、そんな感じで、はい、今後もこの企画を毎週金土日頑張ります、うん、はい、頑張ってください、はい、ぜひ応援していただきたいと思うんで、はい、まあ、いいねとコメントをいっぱい入れてもらえたら嬉しいです、うん、はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。